美穂さんのマンブリが見たいというリクエストに答えてもらいました。はい、もうすごい長いの来てる。この中で気になったのが、はい、どれだっけな、肩の動きについて結構書いてあるんですけど、うんうん、まあ、私はどちらかというとこう水平回転、はいはい、で美穂ちゃんはやっぱこう肩が低く縦にこう回っていくみたいなことが書いてあって、縦回転にするのって別に縦にしようって思ってるわけじゃないよね。じゃないです。じゃなくて、その多分打った後ちょっとこう低く出していくっていうのが縦回転につながってるんだと思う、意図的にではないですね、はい、もうこのでも、まあ、言っちゃえばこのクラブの軌道というか動きが縦回転をつくということだよね、はい、自然ってことだよね。まあそうですね、自然、自分でこうとかっていうわけじゃないので、うん、私はどちらかというと、うん、まあ、自分の中のイメージは水平ですけど、ね、肩下がるは良くないんで、でも水平が前傾すると縦になるよって話ですよね。頭で分かってないけどさなかなか実行するとなると難しい。なんで前傾してるのに私の肩は横に動いてんだみたいな、ちょっとこうなっちゃう。そうなんだ、分かってます、ね、分かってるんですけどなかなかね、打ってる最中は難しいですよね。まあ、でも全ては猫パンチのせいだから、猫パンチがどうしても全部大丈夫、分かったから、ちょっとまた変わってきたそこは。次、みょうさんの質問、はい、カフェミンさん、年内挑戦予定なことを聞いてみたいです。うんうんうん、なんかあります？今年プロテストとか、まあこういう競技出ようかなとか。競技は、ね、特にそうですね、出れる競技がやっぱりないので、プロテスト、それこそミニツアーとか。あ、でもアスゴル年内なんで、4月からアスゴルが始まります。はい、ね、棒読みにならないように棒読みにならないように4月からアスゴルとプロテストが始まります。はい、別にゴルフじゃなくてもいいけど。ゴルフじゃなくてですか肉体改造を始めようかなとか。そうですね、腕の力をやっぱ強くして、まだちょっとアイアン飛ばしたいんです。おー、アイアン飛ばしたいと違う、もうちょっと今より飛距離を伸ばしたい。そうですね、アイアンを伸ばしたいなっていうのはありますね。それ挑戦のためにはやっぱここって言ってたもんね。はい、だからちょっとこう腕立て伏せだとか、今まであんまりこの器具のこの上のってあんましてなかったんですけど、そういうのもやって。へー、なんか一番、サーフィン、えサーフィンやるの？でもちょっとゴルフとその時期がやっぱシーズンがちょっと被っちゃうんでなかなかできないんですけど。あ、でも腕つくじゃん。そうなんですよ、腕つくし。なるほどね、はい、ちょっとやってみたら待って。パドリングですよね。やっぱりこうスノボが上手くなりたいからサーフィンもつながるのかなとかって思って。でもなんか体重がちょっと違うっぽいよね、あれ。いや、わかんないです、やったことないんだよ私、サーフィンって。サーフィンってこうじゃん、後ろ体重、うん、でもボードってこうじゃん。いや、なんかその柔らかい雪の時って後ろ体重なんですよ。何に、って言われました。へぇ、なんか奥が深いんだね、スノーボードもね、いろんな競技も。まあそんな感じですかね、いろんな挑戦は、はい、で最後いきます。みおさん質問です。パターのグリップは何を使ってますか？太さも教えてほしいです。これは今使ってるのはイエスのパターで、イエスのグリップなんで、すごい細いやつなんですけど、前まで本当に 2,3 年間使ってたのはずっとジョップ。ジョップ、はい、それはすごい気に入ってて使ってたんですけど、ちょっと太めで四角いんですよ。グリップが四角で、四角いやつで、なんか四角いからこの手の左手を添えるとこがここまっすぐになるんですよ、うん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 、四角くなって、うんうんうん、だからその感覚でまっすぐ出しやすいみたいなのがあって、ちょっとそれ使ってましたね。でもそれをなんでやめたの？前は結構こうハンドアップにしてその四角いのを使ってまっすぐまっすぐなイメージだったんですけど、その打ち方をちょっと変えて、そしたらハンドダウンというか、前よりもハンドダウンにしたんで、そしたらなんかそのちょっと重めなんですよ。重めなんで、こうちょっとハンドダウンにすると重さがかなり伝わってくるんですよ、手に。だからちょっとこう振りづらい、普通のグリップにしてみようかな。
こうまっすぐまっすぐこうフェイス面を使いたい人にはすごいいいと思います。へー、ちょっとなんかこういう感じよりかは少しこう開閉運動みたいな、はい、開閉をさせようと思ったんでパターで、だからちょっとこうちっこ薄めの元々のグリップにしましたけど、こういう動きだったらこうでハンドアップでこうやったらいいですよね。以上です。最後の動画、リンゴル初のスコア60台プレイが見れるのか、出したかったです。出てたんだけど出てたんだけど、あの攻めすぎますね、いろいろ質問ばっか狙わせてたというみほさんの、うん、なんですか、サービス精神旺盛なやつでちょっといろいろ結果は、いやでもあのゴルフ場で全然全然もう安泰のスコアですよ。でいきます、はい、山下慎吾さん、ドラコンの真剣な表情も素敵ですよね。ドラコン用のクラブ持ってきてほしいですね、はい、コンペでってことですか、ってことですかね、うん、もしかしたらコンペでは一応持ってきてもらいます、はい、ちなみになんですよ、はい、結構違うドラコン用のクラブ、いや違いますね、47インチだとか1インチぐらいしか違わないんですけど、もともとのクラブとかやっぱタイミングが全然違うんですか。まあ、なんせドラコンの時は振ってたんで、かなり全然今と普段とは全然そうだよね。もうそれ何年も振ってないです。去年から振ってない。あ、振ってないです全然。倉庫にひっそりとひっそりと佇んでます、ね。今年も出るんですか。そうですね、出たいなと思います。なんかこの間うちの決まってないリンゴルフも、はい、安楽さん、はい、と言ってましたよ、動画撮影。あ、そうなんですか。ドラコンの人ですよね、はい、そう言ってて、どんな動画になったか私も分かんないんですけど、安楽さんは言ってないんです。私が言ってなくその日仕事だったんで、はい、純ちゃんと純ちゃんに言ってもらって、なんか安楽さんとダウンロードしてくるって言ってて、いや、すごそうだなって。飛ぶですよね、そう。体も大きいもんね。そうですね、身長がありますもんね。はい、っていう話で、ドラコンの話はそんな感じで次いきます、はい、にょんたかさんか、にょたかさんか、みほさんのコックの少ない打法が劉律子プロみたいでしたね。あのくらい正確に打てるようになりたいです。少ない方ですかね、多分少ないんだ、うん、やっぱ体の柔らかさであそこまで回ってる感じなのかな。そうですね、粘点というか、へー、少ないんだ。少なく見えなかったってすごい。あ、本当ですか。うん、少ない方が。え、それも別に意識してるわけじゃない昔から。いやー、なんかいろいろやりましたね。もっと本当にもっと濃厚、今はちょっと濃く入れるイメージありますけど、うん、もっと濃厚だったりとか、すごくこう入れてみたりとかで、今に落ち着いた感じですか。え、じゃあもう本当オーバースイングじゃないけど、そういうのもやったことあった。すごいオーバースイングはないですけど、一時この手の力を本当に無にしてた時だったんですよ。無になると絶対こっちに無無になるとここでグワッて入っちゃってて、それは結構、まあ、オーバースイングっていうか、まあ、平行よりちょっと下ぐらいにはなってたかもしれないですね。まあ、もう何年も前ですけど、いろいろやったのね。いろいろやりました。やっぱこのチーピンを直すためにやってます。はい、次いきます。練習やトレーニングのエッセンスとか、どんなことを大事にして練習するのかみたいなことをいつも共演者に聞いてくれるととても勉強になります。どんなことを大事にして練習をしているか。そうですね、やっぱそのスイング改造っていう部分でその気をつけてる練習と、あと普段もう必ずやるそのハーフショットみたいのがあるんで、とそのドリルみたいな、うんはまず半分上げてハーフェイバック上げて2秒止めて腰から打ってくる、と3クォーターまで上げて2秒止めて打ってくる、でフルショットでまた2秒止めて打っていくと、フルショットをこうローテーションして打つのはすごい練習する。
じゃあもうフルスイングばっかり練習するわけじゃない、ね、あもう全然全然そのハードショットが多い。あもう それをずっとこう繰り返してやってるのと、あとスイングのを気をつけるのをやるので。だいたいどれぐらい練習するの？球数でいったらそんなには打たないですけど。球数はそんな打たない。そうですね、素振り、そのスイングチェックをするときってやっぱり素振りをすごくこう多くして打つんで、球数自体はそんなに打ってないと。200打たないとか。200打っても200、うん、時間、まあ日によると思うけど。そうですね、日によりますね。まあこれぐらいは最低やるかな。まあ早いときはやっぱ1時間で終わるときもありますし、それこそ2時間、3時間のときもありますし、まあバラバラですけど、まあ1時間ぐらいですかね、うん、みんなこう早く打ちすぎは思いますね。 そうね、うん、球数よりもハーフショットでさ、こうパンパンっていうのはなんかいいと思う、はい、私も大体そういう球数も消費しちゃうんだけどあれみたいなビビビとか出てきちゃってさ、もうカーブがもう終わっちゃったみたいな。確かにフルスイングずっと1時間ぐらいやってる人とか練習場でいて、とか思うか。いや、なんかまあそのスイング改造ってドライバーじゃできないことなので、うん、基本的には、うん、ドライバーをすごく打つっていうよりかはもっとちょっとショートアイアンとかそういうのを打った方がいいと思います。その比率で言ったら私本当にドライバー打つの少ないんで。こんなにドライバーを飛ばして、ドライバーが上手い美穂さんもドライバーほとんど練習しません、うん、皆さん練習方法を見直しましょう美穂さん2017年ドラコン日本代表選手権動画見ました。ありがとうございます。ドラコン選手権の中で見ると極端にドラコン用のスイングをしている人たちは違ってわかる。通常の巨人ゴルフの炎上といった感じに見えました。スイングが綺麗です。顔も可愛いし、いや本当にドラゴン選手で特別なスイングするし、特別なクラブ使うし、う、ね、はい、なんかちょっと普段この打ち方するんですかっていうイメージなの私も。でも美穂ちゃん見た時に、あ確かに普通のスイングだって。そうですね、そのもうヘッドスピードはすごいこう極限まで上げるつもりでは振ってますけど、スイング自体はそんなに変えてない。どうしようとか。いやでも確かにな、見ててもさ特別な打ち方する人いるじゃん。なんかうーん、まあそうですね、すごいこうアッパーに打ってるっていうのはやっぱ普通ですかね、ドラゴン。なんかなんだろう、男性とかでもオーバースイングだったりとか、なんかもう全部右に行ってみたいな人もいるじゃん。そうですね、全部右乗せて全部左みたいな、体重を乗せていく、むしろなんかもう1回片足ぐらいの人とかもいたりとか、はい、ほんとドラコン用、うん、飛ばす用、そうです、野球のバットみたいな感じの打ち方する人もいるし、やっぱ本当にドラコン選手はそういう飛距離に特化したやっぱスイングをしてるんで、うん、まあそうなるんですけど、私はその月も試合がありましたね、そのあんまりそのスイング改造っていうのでは、はい、できないので。でもそれで300ヤード飛ぶわけですからねすごいです。ありがとうございます。どうでしたかこのいやすごい長い時間やってもらいました。もらえるなんてありがたいです。これ多分もう1時間半ぐらい美穂さんに、はい、質問に答えてもらいましたが、ありがとうございます。そうですね、まあ、ちゃんと答えられたかどうかはちょっと分かんないですけど、よく見てるなって思いましたね細かいところもね。ありがとうございます。いやまたあの次何してもらおうかななんて思ってるんですけど次の動画ですか。そう、もうだって普通に回るのもなんか想像ついちゃうじゃんっていうのもあるから、うん、なんかそういうことね考えようかなと思ってます。面白い動画とか、まあ、企画してね、年末のみたいな、年末のみたいな、あれも楽しかったですよ。いや本当よくやったなと思いますよ今思えばすごい寒い日ですよね。凍ってた、本当にやばかった。凍ってるし変なクラブにいらっしゃるしね、まあ、以上になります、はい、皆さん YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。はい、今回はなんか答えてもらった質問とかどうだったみたいな、なんか参考になりましたとか何でもいいので、そういうコメントをいただけたら嬉しいです。ではまた次回も楽しみにしててください。バイバーイ。